ただ、うん、僕一緒にやるじゃないですか、はい、基本的に勝ってるとかあんま見てないんですよ。知ってる。俺だから本当に乗り食いの鉄というあの乗り食いの鉄2つのがつくのよ。2つのはなかなかゆぐいですけどね。せーの、あ、ごめん、先ほどしてた。おおだいぶ離れたね。だいぶ離れた ね, だいぶ離れたね。おいに、おいに2番です。119、まあ、運ばれた方がいいってだから血管年齢90なんだから、あなたは本当に。え、どうする？え、どうしましょうか。俺12番だからちゃんと勝ちに行こうかなと。真面目にっていうか、いつも真面目だけど、でこれ乗り打ちじゃん、まあ、基本この番組乗り打ち、ね、乗り打ちだから、それはその分俺はちゃんと勝たんといかんから考えますよ。いや、ちょっとお願いしますよ、うん。さあ、12番引いた立場としてはさすがにやっぱりね、スロットコーナーにみんな行くもんな。やっぱ未だにスロット朝人気だな。さあ問題はどれに行くんだい。アクロス島 B 花角B 花いきます。お願いします。一応スロットコーナー見に行こうか。開いた、ガッと来い。血圧190190、花火にした。あ、花火、うん、ドキドキ言ってては乗り打ちだからさ。あ、そうそうですね。朝一なんかあるかもしれない。じゃあいいっすよ、ドキドキ。まあいいや、なんか乗り打ちだからさ、なんか特に決めてなかったけど、おいどき打つわ。じゃあなんか隣に人がいるならおきどき打ちたいなっていう欲が出てきたから、おきどき行きます。おし、勝ってやろうぞ。これえ、大丈夫大丈夫、光って出るだけだ。あれ、花火から来た。はい、始まりました。はい、始まりました。どんとこい台風のコーナーです。え、そんなコーナーでしたっけ。これないんだけどね。相乗りのね、はい、収録、今回またパートナーガッドでございます。はい、よろしくお願いします。前2人でやった時何やったっけ。僕最初スロット行って、てつさんユニコーン打ってた回、はい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 、はい、あれ最後かな。最終的に僕ジャギ打ってたやつ。勝った。僕勝って、うん、乗りにしたけど勝ちました。多分ちょい負けでした。ちょい負けで、浮かせてもらったのか。そうです、確かに。ありがとうございます。そんな感じだったんで。だから今日は今俺早番引いて遅番引いたやん。そうです。でちょっとなんか考えてスロットコーナー行ってみたのよ。周りの空気を見て、空気を見てってね、同調圧力に屈してスロットコーナーに来たわけで。でもあの番号引いて、うん、そのスロットコーナー行ったはいいですけど、多分みんなが曲がるところ結構曲がってないんですよ。そう、行ってどうしよう、ここ曲がれた番長、うん、打ちたくねえな、絆打ちたくねえな、どうしようどうしよう、あ、一番奥来ちゃった花火みたいなっていう感じでやったんだけど、ガッと来た後に置き時を打ってみようかなと思って。そうです。僕呼ばれて行って、なんか策があるんだろうなと思って。一応これ乗り打ちが、ね、前提の番組なんで、はい、だから乗り打ちを考えた上で、はい、策があるっていうね。早番にやっぱ基本的に権利があるわけですから。ある。で僕置き時に座らせた後、結局置き時に来ると。はい。私も策があります。聞いてください。はい、置き時、昔の置き時に比べてデュオってさ、なんかモード移行したらいろいろめんどくさいのよ。はいはいはい。で一人で打つのマジめんどかったの。結構考えることが多いと。そう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 、だるくねって思ってたんだけど、ガッドがいれば2人で喋りながら学べるかもしれない。今日2人で勝って、あ、デュオ選択肢に入るって。なるほどね。したい、はいはいはい。でもしかしたら2人負けてたらもう二度とダメって言ってましたけど。いや、1回打ったことあるわけですよね。僕は何もないので、うん、本当に基本ゼロベースで喋りながらみたいな。パンフに書いてある知識はある。あ、もうちっちゃない、それあれしか読んでないから。だからこの見てる人の方のが圧倒的に知識はあると思うけれども、この2人が知識をつけていって、今時のパチスロのやつに慣れていく。今時のオキドキだね。今時の、まあ、うん、今のね、最前線のオキドキ、そうよ、に慣れていくっていう番組、はい、だからで乗りかどうかも目に見えるからわかんだけど、あ、こうバランスが崩れてきた時、出玉の時には切り方はお互い見えないようにしよう、相手に。まあ、そうですね。あと途中でなんか違うなと思ったら俺移動しちゃうもん。移動もありだと思うよ、全然。最後まで行って置き時がこうだったねじゃなくて、うん、途中ですいません、ちょっと朝から出る可能性も覚えなくてもいいかなってなっちゃう。あ、まあね、まあね、まあね、あるね。じゃあ実践頑張るぞ。そう、あ、サガット、はい、初めてだよ。この番組で
横でこう返し入れてタレント同士というか会話しながら打つのは初めて。ちょっといろいろ試してこうぜ。あ、この番組自体、ね、番組で。なるほど。で、俺やっぱ自分で見てて思ったのが、バラバラでやってるメリットもあるし、一緒にやるメリットもあるから、どっちもちょっと いい方を取りたいんだよね。バラバラでやってると2番組やってる感じに見えたりとかして、あの、ま、分かれちゃってるから。あ、そうそう、2度おいしい感は出るけど2番組を見てるというような感じになるデメリットもあるから、とりあえず今日は、はいはいはい、2人ともあのガッと初打ち、俺はあまりいいイメージがないオキドキデュオを2人で好きになろうの日。 OK、 はい、分かりました。だちょいちょい調べながら打って、俺はちょっと嫌な偏見持ってるから、はいはいはい、それも後で話するけれども、そこも含めいい動画にしたい。この今回をね、今回の動画をうまくまとめるといい動画に、いい動画にしたい。俺なんでデュオあんまいいイメージねえかっつうと、まあ、昔のオキドキ、まあ大ブレイクしたやつね、好きでしたよね。超好きだった。であれ単純に AB 天国、まあ、大雑把に分けるそれしかなくて、上がってるかどうかなんてほぼ分かんなかったのよ。はいはいはい、はい、だスルー回数でなんとなくとかってで、当たりの天井はあるけれどもモードの天井なんかねえみたいな。だからまあもしかしたら B にいるかもな、ワンチャンっていうので軽打ちとかに向いてたの。はいはいはい、別に突っ張ってもいいし、こんだけハマってるんだったらみたいな。そう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 。だけど6号機だからさ、6号機のちょうどほらガチ天井というか、その絶対天国まで上げられるっていうシーズンに出たわけじゃん。そうですね。だからこれ7スルーで絶対上がるとか、はい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 、その、まあ、打てば打つほどどん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 階段を明確に上がっていくっていう台なので、プラスシナリオでしょ。だから覚えること多い、要は知らないとなんか損失を、まあまあそれはありますね。確かに。そうで、ちょろ打ちしてもちょろ打ちした分だけ期待値上げて終わっちゃうみたいな、はいはいはい、はい、っていうイメージはあった。だからみんな連チャン終わってユリフ感切れるタイミングでやめるじゃない。そうですね。要はね、他のやつにえなられたかもないしみたいな。あとここのなんか上のね、なんか32ゲーム経った後に1ゲームだけチャンスみたいなモードあって、そこもどん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 上がってくるのよ、モードが。だからなんか打てば打つほどやめられなくなるっていう。逆を言うと知ってれば結構打てる状況がすごい多かったりするんでしょうね。あ、そうそう。でそれを人に聞くと、そんなことねえよと、そのまあちょろ打ちできるポイントもあったりとか、全通破だけじゃないよって。だけどいまいちこう覚えるのがだるくてさ、はいはいはい、前シンプルだったのよ、まあ、移行率とモードさえ覚えてればいいんだけど、なんかテーブルとか言われるともうなんか傷のとこが苦手なもんでさまあでも確かにテーブルは覚えておかないと損しそうなイメージはすごいありますよ、うん、そうで、なんかまた今ユニメモも入れたことテーブルどこにいたか見れますよって言われて入れたけど、やっぱレベル1じゃダメっぽい。おおー、シェリーから38。早いっすよ、乗り打ち最高。おビッグ、おオーケービッグ、おガッドビッグ。ちょうど今最初は朝一当たるまではとりあえず行きましょうかみたいな話しようと思ったところでしたけども、でも朝一はなんかまたチャンスがあるんだよね、200ぐらいまで。なんか隣が光れば光るだけいいっていうね。確かに、うん、流れがありますからね。そうよ。どうする、今日初めての乗り打ち解消チケットなし縛りやすぎる光った後に言うけど、あ、もうなんならもう絶対にもうお互いの最後が一つになって、絶対に乗り打ち、振りじゃなくて、ん、振りじゃなくて、どっちでもいい、あのガッとは決めていい。あ、なるほど、ね、うん、でもその手で行く分には全然ありだと思いますよ、うん、まあ、横で打っててこそこそ切る選択肢を作ってもいいけど、花から乗り打ち解消という概念がないっていう風に諦めてた方のが面白いような気もしてきたから、それもその番組を良くするために、そうそうですね、あのチケットの存在どうなんだろうかみたいな、そもそもそうそう、乗り打ちは多分強制されると多分すぐ切りたくなるから、か、まあ、自分で完結するのはパチンコするとですからね。そうそうそう、その選択肢をそのビッグが終わって32ゲーム以内に考えてくれどうするかだけ、まあ、今まで通りやるか、今日だけはもう乗り確定でやるか、乗り確で、乗り確でやるかは。ちなみにあれですもんね、お互いが使った場合は一応乗りってな、乗りになるっていうルールにはなってますもんね。なってる一応。けど今回はそのチケットの存在を一時的になくしてみるっていう、完全乗り換えっていう、完全乗り換えするかどうかを、そのビッグが終わってさ、お、しかもそれさ、花ちゃんだからさ、オキドキトロピカルで言ったら天国プラス1ゲーレインよ、2発だよ、2発、うん、あ、確かにカナちゃんじゃなくて
妹の方こっちがオキドキのやつで、トロピカルのやつだから。はなちゃんすげえ体の色してんな。こっから見て確かに、うん、え、もう今日もらったんじゃないですかこれ。うん、だからガットはそれが終わって、まあ、しかり確定の32ゲーム以内に考える。ノリかノリじゃないか。あ、そうだ、まあ本来ノリの番組なんだけど、逃げ道を立つか、あ、逃げ立つか、そう、立つかいつも通りやるかを選ぶ。もしかしたらここから俺が爆裂するかもしれない。もうそれはもう完全に一連択勝 100%。 いや、一連択勝でいきましょうよ。やるかい。やりましょうよ。分かった。まあこ最後に後悔するカットが見えるな、これ。いやでも今日ケンスさん調子いいって言ってましたからね。あ、俺今何言っても勝つ。ただしね、パチンコ限定なんだよね。スロットダメなんですか。スロットね、これね、たまたまちょっと打ったら負けた。パチンコはもう何打とうが勝つ。最悪どっか行ってもらっても大丈夫です。いや、一連卓勝だからそれは。まあね、じゃあ俺一気当選いくわ。あ、それ以外でお願いした。いや、でも出してるところは見てますからね、僕も。そうね、やれるから俺。やるなぁ、そんな朝一からそんないいところあるんだ。で、今この状況が何だかちょっと調べましょうか。そうだね、まあ朝一のなんか一発目のボーナスで、しかもスイカからついてるわけなんで、うん、なんかあるのかな、それは。まあスイカで一芸連抽選は昔からしてたけどね。そうですね。さあこれがラストのベルナビで、そう、ただオキドキトロピカルの方ってさ、その天国がついてきちゃうおかげで一芸連しにくかったのよね。はい、ちょっと見ますかね。一次連確定みたいですね。一次連確定&次回天国の確定です。わーお、今テンパイオンとかもあるんだから。テンパイオンもビッグと次回天国確定、最高じゃん。え、これもう初っ端こっからもう、うん、乾燥した乾燥したね、行っちゃうっていうパターン。いい波乗ってんね。乗っちゃいますよ。乗ってね、乗りますわ。やっぱ意外と知らない時の方が出るっていうのがあるんで。そうね。で、そういう時ってそのいいイメージを持ったまま。おー、怪しかったーい。あ、でも早いじゃないですか、言うて。まだ、あ、オキドキプロだからね。あの、忘れてました。そう、昔さないっすだ。はい、とりあえずビッグ。え、今日負けないんじゃないですか。まだまだ。じゃあ2人で順当に勝とうぜ。またついてんじゃん。いや、もうつける、俺オキドキプロですから。うん、で多分今お尻についてたでしょ。お尻についてました、ね、元から多分だからゼロゲーレンが選ばれてたね。あー、もともとあの急に騒がしい愛情なアップデート。あ、そっか、これベルナビ回数なんだ。そうです、ベルナビなんですよ。じゃあ安定するね。だからあのまとまって取れるんですよね。あー、そうだ、よかったよかった。お互いあのイヤホンつけてるじゃないですか、はい、相手の音の方が聞こえるでしょ。相手の音が聞こえるからすごいカオスですよね。そう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 、もう音が回ってる。自分の停止音と横の停止音が、そう、分かんないですよ、うん、分かんない。今だからあれ、そう、子役、レア役みたいな、あのチャンスの音が鳴ってるのかどうかもぐちゃぐちゃ分かんない。多分唯一のデメリットは。そうだ、これが俺さっき花火とそれで通信に上がったのが、それが理由で。ああ、そう、あのオキドキと花火同時に動くともう訳が分かんない。まあ確かに遅れとか絶対見逃す。そうで、それ学んだ。電波が届くからといってタレント同士通信すればいいってわけではないってことが分かったの。必ずしも、そう、自分の状況を喋りたいのに相手の台の音が来ちゃってぐちゃぐちゃになっちゃったりとか、横に座ってるとさ、こう一回空気読めんじゃん、相手の顔を見てって状況分かりますか。状況分かる。だから今日オキドキでは好きになって帰れるといいな。確かに、うん、ちょっとスロットの幅広がるもんな、打てると、まあ、機能は増えてるのよ。このかなちゃんかなちゃん両方あったりとか、まあ、救済みたいなあったりとか、まあ、俺は単純にあれかな、やめたいのに拘束される台っていうイメージがついちゃったから、どうしてもちょっと打たされちゃうっていうことですよね。帰れたいけど帰れねえなみたいな。はい、終わりました。すごい安定すんね。210枚ですよね。さあパス打ちだけましょう。ガットはもう上がってっからお願いしますよ。はい、上がりますよ。でもここのドキドキは面白いですよね。やっぱ楽しい。あの光るかもしれないで回せるっていう。光る確率とか知らんけどな、昔は8分の1とかだったの。今一応あれか、両方ついてましたよとかってことか。シーサー、シーサーが。それ何シーサー、モードシーサー。多分モード設定シーサーとか、ちょっとモードだったと思うんですよね、さっきちょっと調べた。むずいよね、本当に。あー、もう10回るな。
あ、俺でもカメラの前で初めてデュオ打つわ。両方テントデフォルトなんだ。デフォルト、あ、偶数テーブル、奇数テーブル、テーブルの下ですね。なるほどね。で俺この間この状況でやめてとか32ゲーム回してやめて視聴者にカマホられたなんか1スルーの後はやっぱシナリオ的に B にいることが多いみたいで、ああ、だったらもう1個は回しといた方がみたいな。そうそう、その人ドキドキにぶち上げてた。いや、いいですね。1ゲー連って一番気持ちいいですよ。いいね。さあビッグ3連目でございます。おめでとうございます。いや、あれだね、なんかその対象チケットという選択肢は今回特別ルール消えた瞬間に緊張感出るね、はい、いや、一連特賞ですから、ね、責任感が出るね。なんかその俺もやんなきゃみたいな、ちゃんと見てる。でも過去一緒にいろんな収録してきましたけど、はい、あれ乗ってた方が良かったですよね。そう、あの、当たると思いません？そう思う。あの俺の連チャンも応援できるし。そう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 なのよ。ちょっと冷めた感じになるじゃないですか。解消チケットもしかしたら今回の時になくなるかもしれないね。あ、もうどんなことあってもノリになるっていう。企画側が意図した解消チケットと違う使われ方してるから、あのライアーゲームですから、ね、そうそうそう俺の性格にそれを使わせちゃいけないんだよ。確かに。なんか騙し合い番組になってるからダメだろ俺と思って。俺も今日も騙し合いしに来たつもりだし、協力して勝ってね、じゃあ前あの俺乗り食いしちゃったから今日頑張れよなんていう風にやりたいところが、あいつ切るかなみたいな、あの状況でこいつどうするみたいな。だって相手の出玉が見えた時点でさ、乗った方が得か乗らない方が得かもう見えるわけじゃん。まあ確かに。そう、あの相手の状況を把握した瞬間、あ、そうそうそう、まあ、相手の情報ゼロじゃないけどね。ただゼロになると今度は番組成立しないから。確かに。そう、解消も強制とかでもいいかもね。例えばさ、片や5万発出てます、はい、片や2万発負けてますって時、解消って言いにくいじゃん。まあそのやっぱ逃げっていうか、でもしたいじゃん。まあまあまあ、もちろん取り勝ちはね。そう、取り勝ちしたい時に最後になんか引いて強制解消とかで、ああ、はいはい、はい、そうそうとかの方のが別に個人のあれで判断ができないから、個人に委ねるというよりはみたいな。そうそうそう、判断に委ねると難しくなっちゃうから、基本はノリなんだけど、なんかしたら解消、一定以上の差が開いた時点でその解消チャンスが来るみたいな、はい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 、そういう風にするのもありなのかなって。それはその出てる側もマイナス食らってる側も納得いくやつになる。あ、そう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 、出てる側は内心ラッキーだし、出てない側もまあしゃあねえなみたいな。あ、とっくの昔に32人超えてたわ確かに。いや、俺あの置き時が一発で上がると思ってないから。ああ、うん、そもそもね。そうそもそも。ただ前のお兄さんの言うことが正しければ、この1スルーの後はもしかしたら B なのかなみたいな。さあ、ボーナスエンドで、ガットは多分それも天国にいるで。今天国にいますよね、いるいるいる、おそらく。でここから32ゲーム。光るスピード感知りてんだよな。スピード系って結構速かったから、光るの。そうですね、あんま後ろまで引っ張られることないですよね。そう、おい、やっぱ速いね。5ゲーム。オキトロは割と32ゲームまで引っ張る。レギュラーボーナスです。さあ4連目レギュラーです。ベルダミは10回なんですね。10回ってことは何枚だ。60枚。はい、俺はだから今までの恒例でいくと、ここはスイカとかで光らせた方がいいんだよね、多分。いや、そうですね。そうそうそう。で、多分そうすると B からはドキドキに行きやすいとか。チェリーはなんか、当たればビッグってだけだったね、昔は。ああ、うん、そうそうそうです、ね。モード判別は多分そんな簡単にしたら送るとつまんないから。確かに。まあユニメモで後からなるほどねって思うぐらいしか多分ないと思う。か、まあ、点滅の仕方、同時とかで、ああ、B だったんだ、みたいな。あ、B、次が B か。俺らガッと一歩そんなところで終わらすなよ。いや、まだ終わらせないです。ここを4桁にしますから。おおおお、でかいこと言う。まずここ4桁で、あとビッグ2回引きゃいけますからね。そうよ。おお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 おスイ、あー、天国中はスイカ多分あれですよね、結構チャンスですよね。昔は寒い位置で光った気がする。
まあ、天国中にスイカ引くと緊張すんのよ。引かないと転落のリスク超上がるし、引かったらおまけ付きっていう天国続行だから。だから引かなかったイコール、うん、ワンチャンもう落ちちゃってるっていうね。あ、そうそう、そのリスクがちょっと高まるね。だいぶ高まるんじゃないかな。おお、おったでー。10ゲーム。ビッグを引きたい。あー、負け。ずらすね。さあ、5連です。スタートダッシュ最高です。素晴らしい。今のところ、おきどき面白いです。ただ、まあ、1日では長いからね。散々今まで味わったから。パチンコ屋に来て1時間でめっちゃ楽しい時って、めちゃくちゃ多いですから、ね。ある。で勝った第3部カンってやっといてそっからもうこうもうえげつねえの。いや楽しい時間ってあっという間だったりしますからね。そう、俺は今日はガットに、あ、対象チケットなしルールやってみてよかったっすって、いや確かに合わせたい。ナイス、128、一応ニッパーじゃないですか。あれ、ほぼ負けなんだ。負け中断あ、上げればいいです。あ、上げればいいです。あれって負けかと思ったら斜めテンパイとかね、たまにある気持ちいいやつです。気持ちいいやつ。あ、左だけ。え、あ、ベコちゃん左だけがシーサーの話か。あ、そう、シーサーの話。あとここもなんか関係あるんだよね。あ、ここもなんか終了画面とかで、それもまたね、めんどくさいんだ。一応見とこう。そう、俺ね、そこなんかもうめでもしゃらくせえと思っちゃうんでね。やっぱおじいちゃんにはしさ系は難しいの。だからそれはでも頭に入れとかなきゃいけないですから。そう、ややこしい、覚えることが多くてな。ビーチボールとかがあるといいですね。あ、なんかそう、なんかアイテムがあるといいって聞いた。あ、ビーチボールとかあれば B 以上のチャンス。おお、なかったこれデフォルトっすね、やっぱ。まあ、それ以外は一気にガラッと変わるんで。これは お兄さんが言ってた一する以降は期待値ありますよって言ってたところだからね。だから今ここ自分で自分を選ったみたいな感じ。そうよ、自分でセルフやな。上げちゃってくださいよ。上げちゃってアニカツさん電柱開くと入れちゃってっていうのよ、ここから。おお、素晴らしい。バケ3連、まあ当たることがね、そうね、当たることがいいですから。さあ6回目のボーナスはレギュラーです。おお、また左ついた。これしかも押し順でつきましたからね。タナちゃんは今つきました、押し順でつきました。はい、あなた天国にいましたよ、はい、次も天国でのゼロゲーレンが選ばれましたよっていう人だから、はい、今天国に当たって次も一芸連は天国で当たってたよて。そう、その次の一芸連で落ちるかもしれない、はい、こうやって次の一芸連で落ちない。だから天国にまだ次の当たりもいるよって。そう、無関係、次のストックは無関係みたいな。やっぱ妹の方が優遇されてるわけです。そう、妹も優遇。じゃあ妹優遇で覚えておけば大丈夫ですか。妹優遇で覚えておけば。でここでついたんで僕は箱を使います、うん、素晴らしい。俺私15回転来ました。大丈夫ですよ、まだ大丈夫です。捨てる気配はございません。自分だったら今日絶対に打たない機種だったんで、うん、俺もガットが一緒にいたから選んだけど。そう、なるほどなるほど。あとその結果的にあれですもんね、僕の番号を待ったようなもんですもんね。そう、花火を使ってさ、はい、そのよく最近その目押しのコツ聞かれるから、あ、花火が一番目押しを練習しやすいのよ、通常から。それを押しようと思ったけど自分の番組出ないかなと思って。なるほど。今のが32ゲームだ。32でしたね、これ。これで引き戻す。まあ、ここで本当に乗り食いの鉄発動するのかっていう。大丈夫だ、俺ロンフリ行くから。発動するロンフリだぞ、お前。当たるドキドキは楽しいって。たくよ。いい？たぶん2分1ロンフリでしょ、はい、行くぞ。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 どこでカメラ？